敵塾所蔵、ズーフハルマ・ドゥーフハルマは、江戸時代後期に編纂された乱和辞典。通称、長崎ハルマ、同腑、ハルマと呼称されたこともある。1833年完成。ハルマ和解と同じく、フランソワ・ハルマの乱物辞書をベースに作成されたもので、約5万語を収録。全58巻。ドゥーフハルマは、祖国が、 フランスの支配下にあったため帰国が叶わず、長崎の出島滞在が長期化していた、オランダ省官長、ヘンドリック・ドゥーフの著とされる。当初は、私的に作成していたものだったが、通時の語学力向上を目的とした幕府からの、要請を受け中山作三郎、吉尾昆之助、三時十郎、石橋スケジュー郎ら長崎通時11人の協力を、 出て1816年から本格的な編纂が開始された。翌年に、ドゥーフはオランダへ帰国したが、それまでに A から T までの作業を終えていた。以後は通じたちが引き継ぎ、1833年に完成した。辞典の作成方法は、春馬和解と同じく南仏辞書のフランス語部分を無視し、アルファベット順に並んだ。 オランダ語に一つずつ日本語の大役をつけることで、効率よく辞書の定裁を整えた。ただし、ドゥーフ・ハルマは、文語よりも、口語を重視して記載し、豊富な文例も収録されている。ドゥーフ・ハルマの複製は、印刷手法を用いず、写本のみで行われたため出版数は33部前後と、少なく、総ページ数が3000を超えたこともあって、貴重だった。また、この聖書には、 島津重秀から寄贈された大宝書士が用いられたともあり、大変高価だったと推測される。CG 札、ルーフ・フルマは、長崎奉行を通じて幕府に献上され、またいくつかの藩に融通された。しかし、西洋に関する情報がルフすることを嫌った幕府は、一般向けの出版を、なかなか許可しなかった。奥石にして、蘭学者の桂川保守裏は、 西洋技術の導入において必要不可欠と強く、幕府に働きかけ、1853年のペリー、来航ショックも手伝い1854年になって、やっと観光が認められた。さらに1855年には、ネドリデュッチタコンディグ・デンボーク1799から1811など、他の辞書を参照しつつ工程へ、補強が加えられ、約5万語を抽出した。 オランダーが皇帝刊行された。1849年、松代藩主で、蘭学者の佐久間正山は藩妃場合によっては過禄を返上し費用に充てる覚悟で、ルーフ・ハルマを出版する計画を立て、藩主、真田幸ユキに上位の策略に関する藩主宛て等身書を上層して外国に対抗するために語学と技術習得を広める重要性を説いた。 この際、ショーザ山は、ドゥーフ・ハルマ栄光に19世紀の信号を加えた、プロトタイプ、造帝に乱語を寄稿している。しかし、ショーザ山の意見は、理解を得られず、出版は実現しなかった。乱学修行を志した25歳の勝海回は、緊急にもめげず赤木原意という乱意から、ドゥーフ・ハルマを、年重量で借り受け、 にじまないインクや鳥の羽根を削ったペンを自作しながら一年がかりで、写本二部を制作した。このうち一部を売り払い仮賃と生活費に充て、もう一部を所有した。なお、この写本を買ったのは市である、長屋音けという説があり、その金額も三十両とも六十両とも言われている。貴重な、ルーフ・ハルマは、当時最高のランジュクと評判の高かった。 小形古安の敵塾にも一部しかなく、わざわざ、ズーフ部屋と呼ばれる三畳ほどの別室に保管された。熟成画辞書をモチールに争う様を、福沢諭吉は十解している。また、外部から申し込まれる写本の依頼は、熟成たちの良い収入源ともなっていた。宇田川震災に学んだ、坪井信道も、ドゥーフ春馬を写本したと伝わる。伊藤玄木の蘭学塾、 小戦堂にあった、ルーフ・ハルマ全21巻を、佐野城民が勝手に持ち出し30両で、出入りしてしまったと言われている。しかし高橋勝彦は、辞女、過剰でこの伝聞に疑問を呈している。1862年には、ルーフ・ハルマや、ハルマ和解などの乱日辞典と、英乱々英辞典、英ニ乳ポケットディクショナリーオブザ・イングリッシュ、ダッチダッチ、イングリッシュ・ランゲージズから、 日本初の英和和英時典、英和大役集賃辞書が編纂された。a b 的塾史跡公演の展示より、ハット AB、春間辞書、高野朝英記念館、2008年6月15日閲覧、ハットの説を採用する。にある、筑波大学の記述では、10万語が、乱物辞書、ズーハ春間、オランダジーのいずれを指すかはっきりしない。またでは、 約4万5千の単語と約5万の例文などとあり、また、風雲寺たちには約8万とある。中津藩主、奥平正隆と西洋人との交流について、ボルフガングミヒエル、2009年7月1日閲覧、長崎蘭学と歴史教科書はじめに、長崎県立長崎図書館、木場貞夫二2008年6月15日閲覧、蘭日辞書、 長崎県文化振興課。2008年6月15日閲覧。AB、ドゥーフ・ハルマ。香川大学、カンバラ文庫。2007年4月6日閲覧。ハルマ和解はオランダ語部分のみ、活版印刷が行われている AB。AB、K070 から3。静岡県立中央図書館。2008年6月15日閲覧。桂川補修編。 オランダ G 解説。京都外国語大学付属図書館。2008年6月15日閲覧。ラーフル校。ウェブ教材実験室。2008年6月15日閲覧。AB。通りぬの辞典。京都外国語大学付属図書館。2008年6月15日閲覧。ABCD。ドゥーフ・ハルマ出版と幕末の洋楽。洋楽史。 松田清研究室京都大学人間、環境学研究科。2007年4月6日閲覧。桂川家7代目。解体新書翻訳に関わり、北斎文略を編纂した4代目。桂川補修とは別人。第二章開国の衝撃。大阪大学大学院、国際公共政策研究科前原県。2012年12月9日時点のオリジナルより。 アーカイブ、2007年4月6日閲覧。このエピソードについては、本の所有者が、棒よりきで夜間のみの閲覧を許可されて書写したというものもあるが、これは、閉学書、ソルダートスコールの件を混同したものと思われる。詳しくは似て検証されている。以下に売却額それぞれの説を取るリンクを列挙する。30両説、60両説、日本人教養講座、日本刀。 東京木材問屋共同組合。2008年6月15日閲覧。偉人図書館、第5回近代化の功労者。質問同復博印刷文化事業推進室。2008年6月15日閲覧。英和大約集賃辞書。岩手県一の関市博物館。2008年6月15日閲覧。観光社会資本の事例。桜高等学校記念館。 国土交通省。2008年6月15日閲覧。神田外語大学附属図書館所蔵。洋楽文庫展示。神田外語大学附属図書館。2008年6月15日閲覧。古典籍総合データベース。早稲田大学。2008年6月15日閲覧。蔵書店金沢大学の源流。金沢大学。2007年4月6日閲覧。 図書館法第15号岐阜大学2008年6月15日閲覧お松戸アーカイブズお松戸二2008年6月15日閲覧風雲児たち幕末編旧館リード社館 ISBN4 から845831759の表記に習うありがとうございます